絶好調に OK。 よし、今日も一日終わりました ね、今日も一日いい一日でした。で、何から言おうと思ったかな、ね、このコロナの期間で、コロナがあってもう2ヶ月半3ヶ月近くなりますよ、でも全然その間ね、不安な、感情がほとんど湧かず、毎日毎日孫たちと戯れて、心筋のね、不安じゃないで、やっぱちょっと慣れんことをするとストレスは、出ますけどね。で、何日か前、1、2週間前ぐらいにね、ちょっとコロナから人類への、コロナウイルスから人類への手紙ってね、いろいろね、こう手紙の中で最後に、ね、今めっちゃ地球が正常化されてるんですよね。で、この正常化がね、落ち着いたら僕は消えますと、コロナがね、でもまたね、皆さんがこの気づきでね、改善しなかったら僕は違う姿でね、また姿を変えて出てきますと、やってきますと、で、だからこの期間中にやっぱちょっと意識を上げてね、なんかできないかなと思って、そういう意識じゃなかったんやけど、最近ね、やたらそのゴミがね、目に入る、やたら、うん、この1年ぐらいかな、結構、あ、鴨頭さんの YouTube とかにも影響されたのかな。なんかね、あの信号とかでね、全然車が来てないところの信号で赤だったら渡ろうと思った瞬間、いや、でも俺は世界を変える鴨頭、赤なのに車が通ってないからって渡るのかみたいな、なんか道徳的なね、とこで世界を変える鴨頭義人がここでって、なんか飛ぶらしいですよ、自分で。それとか影響されたのもあるんやろうけど、ゴミを見るとね、うーんってちょっとね、で拾ったりもするんしよったんやけども、今はねもう拾おうと思ってね、もう 見かけて拾えればですよ、危なくないね、だからスーパーとかね、の駐車場でもなんか誰かが置いたゴミとかはもうずっと持って、でそれが僕の中でちょっと地球に優しい、なんか地球に対してなんか意識を変えるのに、うん、でそう言ってたらね、今日あのパーソナルのお客様が一人だけね、このコロナの時でもう全然仕事がないんや、一人だけちょっとパーソナルで来てくれてる人がいて、その人もなんか洗剤をね、なんか気をつけて使わないって言ったから、洗剤、いい洗剤を使うって言ったから、地球に優しい洗剤を使うって言ったから、でね、この時に、うん、あのなんかちょっとでいいんですよ、なんか地球に優しいことをみんながね、実践したらいいかなって、もうそれは今日なんかそれを伝えたくて、YouTube を、うんですね、ここ僕はこう みんながそれぞれ違う、ことをやればいいかな、みんながみんななんか地球に一つ優しいね、その人その人の、なんか意識が違うと思うので、なんかやりましょう、地球に優しいね、このコロナで、休んでるね、この間になんかちょっと意識改革をして、でもうすぐね、ほんで本当5月3日、5月3日13時ね、昼の1時午後1時から、531ね、531531の日、その時刻に笑ったね、あれからなんか僕の中でね、その時は実感なかったけど、なんかそれからなんか大丈夫な安心な、こうでメディアとかでもね、もう6月からあのアビガンがね、重症患者だけには使うみたいなとかね、こうなんかいい兆しがなんか出てきてる、もう本当あれで言うね、天の岩戸伝説、天の岩戸開き、岩戸開きでよかったんかな、うん、でも岩がね開いたんじゃないかなって、思うんですよ。ただとにかくまた同じことしてたら、ね、前よりひどくなったように思えるようなことがやってくるので、ここでちょっとね、皆さん意識をちょっと少しだけね、みんなが上がってくれるといいかなって思います。で今日ね、
めっちゃこの楽しかった1週間、本ね、本を紹介して、紹介するね、何やったっけ、ブックなんとかバトンリレーやったっけ、それの最後で、ちょっと違うんやけど、僕が紹介したのは翡翠小太郎さんの名言セラピー3秒でね、なんか変わるとかいう、それが一番最初に読んだ本なんですよ。それを最初に読んだ本で、その本はもうちょっと手元にないんでね、なんかネットでコピーしてまたこう紙に見せようかなと思ったんやけど、僕が一番ね、その3秒セラピーの中で、名言セラピーの中で気に入ってるのは、これ、幕末スペシャル。これ、ね、男はね、とにかく幕末好きですからね、女子は歴史もの、全然、は、女子って本当歴史ものって、なんか、男はね、歴史もの、特に幕末とかね、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康とかいうその流れとかね、その大好きなんやけど、女の人は相当、その時になったら、ぽわーってなりますね。サバの目のようになりますよね。なんかこれがもう男性のと女性のなんか違いなんやろうなと。ねえ、めっちゃこれ良かったんですよ。今でももう何回も何回もね、見る。松陰さんのね、物語とか、もうそれこそ龍馬の物語、高杉晋作の話とかが載ってるんです。勝海舟とかね、瀬古丼もね載ってるんです。これぜひ見てください。めっちゃ良かった。なんかないかなって言ってこう見よって見てるときにないよね、なんかね。なんかあったこれ。ね、黒船が来たときにね、めっちゃもうその時のこう船ってちっちゃいですからね。で、ありえない。でね、ありえないでみんながこう、恐怖におののいてるときに、ね、松陰さんはね、俺は乗り込むぜってね、黒船俺もめっちゃ欲しいって。もうやっぱもう感性がね、ピンチの時こそ盛り上がれってね、盛り上がったんですよ、やっぱ。あ、ごめんなさい。なんか今こう見てもね、なんかちょっと見入ってしまうような本なのでね、この幕末スペシャルね、僕の一番この翡翠小太郎さんの本の中で一番大好きな本ですね。最近出た本とかでもなんかすごい、あ、名前のね、名前を読み解くような本とかもなんか誰かと、名前のそのセラピストかなんかの人とコラボしてね、本書いてる。それも僕はそれ2冊買いましたよ。で、めっちゃ僕のマサトっていう字は、マが、真心やないけど、ま、こう、真ってね、なんか、うん、なんかこう神髄やないけど、なんかそういう意味で佐がないとか、佐がなんかさっと動くとかね、佐の神みたいな、佐人みたいな、なんか動きが早いらしいんですよ。でとはなんかもうなんか治めるみたいなね、もうその通りやなって、だから名前って、僕の名前は近所にいただそうですよ、マサトって。そういうんやけ、しょうがない。で、その正人は政治の、正しい人やったけ、僕は政治のせいに人にしたらしいですよ。で、僕のすぐ上の兄ちゃんはおさむって言うんですね。だから、おさむってね、しゅうってね、で、だからもう、これで終わりっていう意味でつけたらしいですよ。でも、ね、もう一人女の子がって思って産んだら僕だったんですね。でも名前の付け方はそう言われるけど、そうやってやっぱ名前ってもちゃんと意味がある。みんなこう子供とか、娘たちの見てもああその通りやなって思うことが、やっぱりね、なってるのでね、やっぱ名前ってすごいなと思って、うちの娘たちの名前はもう僕は愛ちゃん、長女は愛ちゃんって呼びたかったんですね。でも嫁さんに却下されて、あやかってなって、あやちゃんに、下の子はななみなんですよ。僕は夏に生まれたから、なっちゃんって呼びたかったから、なっちゃんって呼びたかったから夏みって言ったんやけど、ななみになって、
すべて嫁さんに却下されて、嫁さんがあの好きな名前をつけたから、これだけはいつも私の名前ってなんでついたんって言うと、いやお母さんが決めたからってなんか作り話でなんかいい話にしてもね作れないんで、いやお母さんが決めたんよって。でも今その翡翠さんのね、名前のなんか本でこうね、あやちゃんはこういう名前なんよって、ななちゃんはこういう名前なんよって、なんか言えたんでね、いやー7日間ね本の紹介したけど、やっぱ本はやっぱり素晴らしいんですよね。で今日のね、もうひとりさんの言葉がたまたすごいでしょ。あの7日間ね、今日バトンリレーが終わった日にこの言葉ですよ、出たのが。本も読まないで乗り越えられる時代じゃないですよ。本を読むといいですよ。どんな分野であれ、成功した人は自分の体得したものを惜しみなく人に教えようとするものです。それどころか、そういう人はどうしたら人が分かってくれるかと日夜頭を痛めているものです。そういう人の優しい波動に触れるだけでも得るものがたくさんあります。そうだから、本はねやっぱりみんな売れたいんですよね、売りたいんですよ、それでやっぱ生活したいって思って書いてるから、本当にね魂がこもってるんですよね。これはもうひとりさんがあの本読んで、その人すごいんだろうなと思って会いに行かない方がいいよって、本の方がすごいってね、ひとりさんも言うんですよ、これを言うとねその通りっていうか、その通りごめんなさい、これ言うといつもドツボにはまるんやけどね、いや本当と、ひとりさんはすごい人ですよ、でもそのね、みんなが言うような、その俺は体感をしてないからね、本当ごめんなさい、ちょこっとしかあったよ、すれ違ったぐらいしか会ったことないから、そのすれ違ったぐらいで、ひとりさんのオーラが分かること俺がすごくないんでね。ただもう本当これは一つだけね、ひとりさんに会って、俺もやっぱこれを目指さないけんのやなと思ったのは、人に気を使わせない、神ですね、それはだから、本当納税金額、ね、日本一って言うけど、その時行った時ね、僕たちに玉ねぎのね、ひとりさんが勧める油があるんですよね、ひとりさんのところの製品じゃないんですよ。ひとりさんって、いいと思ったら自分のところの製品じゃなくても何でもやっぱ人に勧めるんですよね、本にしても。何してもいつも本読み大会とか言ってね、自分の本じゃない本でもやっぱりいい、よかったら勧めるんですね、なので、でその時ね、いろいろこうひとりさんが自分で好んで食べるね、玉ねぎのその油で炒めたのとか、キムチでなんかね炒めたようなとこ、めっちゃそういう美味しいのを振る舞ってくれて、食べてるかいってね、本当に、だから僕はね、女の子だったらね、すごい、ひとりしゃーんってなってるんですよ。男だから、やっぱ男同士なんでね、なんかそんな、だってひとりさんも言いますもんね、おかまとかね、今、ゲイとか、なんかいろいろね、男の人が女の人にね、いいんだよってね、全然そんなのなってもいいんやけど、俺に来るなよって、やっぱね、やっぱひとりさん、女の人大好きなんでね。です。だからね、本は本当に最高ですね。で、こういう今日もいい言葉をいただいたので、本当、ひとりさんありがとうございます。でね、このいい言葉シリーズはね、まあ何も言われない限りは続けていこうと思います。やっぱこれは僕のLINE のねグループ7個ぐらいグループ持ってるんですけど、そこにもやっぱり、今日はまだ送ってないな、そこにもやっぱ送ると結構ね、みんなやっぱ言葉いいですねって言ってくれたりするので、これはやっぱ続けようかと思いますね。自分で考えても考えれないんでね、こういうことは、いや本当今日は本のね、この感動なんやけど、でもね一番やっぱ今日伝えたいことは、このコロナの期間中に約3ヶ月間ありましたよね。この間でちょっと地球に優しいような
ね、意識なんかちょっとね、ちょっとでいいんですよ、ちょっとでいいから地球に優しいようなことが、実践できるといいですね。それを僕はゴミを拾ってます、ね、皆さんもなんかちょっと一つでもできることをみんながやったら地球がすごい喜ぶと思うんですよね、なので地球に優しい何かできることが見つかると、締めが地球になんか優しいことしましょうっていう話ができてよかったね。はい、ほうほうはは、はほうほうはは、はイエーイ、はい、いいぞいいぞ、イエーイ、オッケー、大丈夫でしょかよ、大丈夫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 、なんとかなるでしょかよ、なんとかなる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 。もう一時講演会もしてないけど、講演会して喋れるんかな。ついてるって10回よ、ついてる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 ね。でもこうやってもう毎日ね、ほんと3ヶ月近く毎日 YouTube も上げてますからね、俺偉いな。高評価ボタン、チャンネル登録、体にいい話、メンタルにいい話、栄養のめちゃめちゃ簡単な栄養の話載せてるので見てくださいね。よっしゃ、おー、じゃあ今日はサンキューで終わろうかな。ついてる笑顔でにゃは。おー、ちょうどいい。